おはようございます。お仕事はどんな仕事してるんですか？仕事はしてないです。自由何やってんの？白くなったら毛染まるんだけど、もめどこまで行くか、まあ、そうね、やってみないとね。でもやってみて、まあ、やってみやってみましょう。いい、あの全部やるやな。そう、薬効もあるしね、うん、いいよね。よし、じゃあこれお湯つけて。いやいやいや、なりちゃん、あのね、まあ休んでからでいいよ。そう、いやいや、まあまあお野菜と一緒、無農薬だから、うんうんうん、もう海藻まで入れてんの。海行って海藻、入れてんの。そう、すごい、ね、海行って、ここはオバマのあの近くに行って海藻取ってきて、うん、肥料として、肥料としてミネラルよ。すごい、ね、すると葉っぱが柔らかくて、あの色が出やすいね。あ、そうなんだ、うん。あれから育ててるとこってほとんどないですよね。ないかもわからんな、ね、日本にすごい少ないよね。しかもオーガニックだったらね。だけど苦労してる。そうだろうな。だから葉っぱ見たらわかる。虫がね、食べてギザギザになってるけど、色は綺麗に染まってる。美味しいんでしょうね。美味しい、柔らかいから、柔らかい。あれ、なんか茎は、うん、はい、じゃあね、そちらの方に座ってもらって、はい、いいですか？これあれなんかね、すごい、これをすごい、もうね、大雨が降るまで降ってからしばらくはね、うん、すっごい綺麗くて大きかったのに、うん、これ外葉を、虫食べてるね。そう、もうあのゾウムシって言うんやけど、うん、それがバリバリ食べる。もう音が聞こえるぐらい。本当。でこれをね、こうして綺麗、うん、な葉っぱだけ取って、はい、で茶色の濃いのはもういりません、うんうん、こういうのはもう適当にほかして、こうやって、うん、ね、こうしてこれをほかします、うんうん、こんな感じで真ん中に置くから、はい、はい、もう適当に割り合うと、これはほかしてからね、うんうん、あの平ってほかします。ほんとすごい量だよね。バケツ1時間半かかってこれで水でちょざっと洗って、うん、冷やして、うんうん、冷やして、ほんでまずストールからいきますね。ここに入れてください。はい、これを、うん、できるだけ水切って、最初からね、容器入れると大変やから、うん、ちょっと減らし、これぐらいでいけるかな、うん、いや、ちょっといいかな、これぐらいかな、これぐらいで、これぐらい、でも結構量あるしね。で、これに、うんうん、これを向こうに持っていきます、うんうん、下のバケツごと、うん、これだけ。 OK。 で、塩を、ここに足またぐズボンよね、うん、はい、じゃあこれをはいこうして、だいたい軽く大さじもう1杯ぐらいでいいかな、うんうんうん、でこれをこう、うん、混ぜてください。塩と、お、塩もみ的な感じだね。うんうん、美味しそう。漬物じゃねえから。美味しそうだよ。混ざったら、うんうんうん、染めるものを広げて、うんうん、ざーっと藍の葉っぱの中に入れます。すごい。で、生地ができるだけ出ないように、うんうん、上からこうやって押さえます。おー、で、水が多いと邪魔やから、うん、できるだけ切ります、うんうん、ね。で、これで、うんうん、ま、こうやって揉んでいきます。はい、これで染まるんだ、それで染まる、ね、ゆっくりやってよ、しんどいから、うんうん、ゆっくりやる、うん、力いる、うん、大
らない？塩をかければいい。うんうん、水出てきたら捨てる。すごいよ。ちょっと水が多いなと思ったらふかします。はい。そうそうそう。ふかすんやね。あのお塩は水分が出やすいように。うん、葉っぱの中のニンジンの色素が、うん、ね、うん、出やすいように。でもあと水をかさなくていいですよ。それがこうやってね。揉んであげるの。そう。初めてね、生地によっては揉むというより体重かけて上下で押して染める。あ、まあ、それが生地が傷まない。特に薄いものはね。薄いから ね、うん、いやゆっくりやっとってよ。すごいね。これを30分。永遠に。はい、緑だね。緑だね。あ、でもちょっと青っぽいんだね。ちょっとね、こんな感じになってきた。こんな感じで染めるなんてね。はい。お、あ、足すんだ。はい。そう、足すの。足すの。はい。だって、多いと揉みにくいやん。うん。で、揉んでいくと小さくなっていくから。うんうん。ね。なるほど。うん。これだけあれば十分。嬉しい。見たね、こんな。生もこんな使うんだもん、ね、使うのよ、うちは。すごいよ。また色変わってきた。変わってきた。変わってきた。うん、濃くなった。どんな、どんな色は。色はね、じゃあ一回絞って、うんうん、お板にかざしてくれる。オッケー。ムラがあるかないか。はい。ムラなし。ムラありますか。ぱっと見なさそうだけどね。ね、緑と青の中間みたいな。ちょっとね、もう手もすごい。ちょっと手で手はやばい。もう同化しており、手の色がすごい。同化しております。両家ももうすぐこうなるから。うん、うん、ムラなかった。うん、大丈夫。こうしてね、一回空気にさらすと、うんうん、濃く染まりやすいから。あ、はい、繰り返し。 OK。 もう一回。終わってなかった。終わってない。もう一回やるよ。はい。よし、また入れます。終わんないね。終わんねえ。本当にシルクなのかどうかみたいな感じだよ。ちょっと混じってるかな。混じってる感じである。そう、普通はね、もっと染まんのよね。本当。あんだけ葉っぱ入れたりした。だってうちのもすごいでしょ。あ、すごかった。うん、あれより時間早くて葉っぱの量も少なかったから。あ、じゃあシルク100じゃなくて、なんかポリエステルとか。ポリ、いやどうだね。レイヨンがちょっと、レイヨン、あ、レイヨン入ってるかもね。わからんよ、うん、まあでも染まってるから大丈夫、ね、うん。で、これね、はい、ここでもう一回洗って、はいよ。これちょっと中で干しとくね。はい。まあ、綺麗なほれ、水色が。でここは多分ナイロンか中で塗ってあるから染まらない。あ、ね、あ、なるほどね。ね、白い。白いね。そうだ。うん。綺麗よ。これ塗るじゃ中干してあげて。綺麗よ色。ね。綺麗綺麗。さあ次ね、はい、木綿染める。はい。ちょっとお昼まで時間あるから手、今度はちょっと手袋して。はい。さあそこに手袋ある。だいたい30秒からぐらいかな。ここにここにつけて静かに動かして。うん、で30秒経ったら、30秒から40秒経ったら、あ、綺麗。絞る。絞る。うん。固く。はい。空気に触れる。うん。水色になる。すげえ。すごいね。ね。で水色になるまで空気にさらす。水色になる。そこにかけて。はいはいはい。わお。すごい綺麗。あ、本当だ、色が変わってきた。次、うん、マジック、It's a magic。 ボタン外して、邪魔。ボタン外さなきゃいけないんだね。そう、うん、で、どこ使ってもいいです。うんうん。あ、このそう、さあ4つね。あ、そう、そう。ほんでね、長いことつけるよりも、うんうんうん、回数が多いほど色が出てくる。そうですか。そう、これは揉んだりしなくていいから。うんうん。これは固く絞る。すると糸の芯まで精液が入るから。
でこういうシャツは複雑なのは染まりにくいから、うんうん、襟のところは硬い、うんうん、袖口、うん、そういうのをこうして染み込ませる。そう、うん、でこうやってね、浮いてほっとくとここムラな地図になるから、うん、沈ませとく、うん、静かに、ほんで染めるのも静かにね、うん、これも生藍なの？そうよ、うん、すごいね。で、またお昼から、うんうん、あの乾燥場を立てるやり方をやるから、うんうん、はい、はい、順番にやっていったら早いよ。うんうん、綺麗な色、すごい、うん、最低これを5回する。5回、うん、ほんで濃いところ作りたかったら、うんうん、無地で濃くしていこう思ったら10回以上やればいいし、うんうん、今これやってるよ、うん、30秒以上あんまりつけないでね。はい、回数が多いほど色がしっかり乗っていくから。うん。はい。わあ。で最初から順番に。あ、またそれをやるわけだ。で、これを繰り返し順番に5回。そう。なるほど。だから朝も。うんうん。やっといたらいい。何回目？これ4回目。濃くなってるね。何回やるんだっけ？5回か6回とか、うんうんうん、結構違うね。結構違うね。同じ回数で水洗いしたのと、うんうん、してないの。まだこれからやるやつ。ちょっとなんかそのグリーン素敵だけどね。さあ、ね、どうなるでしょうか。結構出るね。緑が落ちるね。うん、もう青くなった。お、すごい。緑じゃなくなった。あ、綺麗。真っ白だったのに。ね、糸が白く残ってていい感じだね。あ、そうだね。ちょっとまた。アクセントになって。アクセントになって。あ、おにぎりとお味噌汁が。用意されている。お味噌汁めっちゃでっかいね。本当だね。お椀が巨大。梅干しおにぎり、うん、なんかこの景色素晴らしいね。葉っぱ干してる。藍の葉なんか可愛いね。葉っぱ干してることすら。こんなんできました。すごいね。うん、朝でね、山をイメージ。そしてもう一枚はじゃじゃーん、こんなでーす。んーじゃん。そしてひそかにシルクも染めました。ワンピース。そう、ガシクールのワンピース。綺麗だよね、色。いいね。ね、これが10回ぐらい染めたやつで、こっちは20回ぐらい染めたやつ。色が全然違うね。下が多分20回ぐらいやってる。上は多分10回ぐらい。これもっとでやってないかもね。10回やってないかも。6回か7回ぐらいしかやってない。シャツは薄めに5、6回。ありがとうございました。またね。また、ね、また連れてきてあげて。若い人が。はい。車は？出る。私が出るわ。